はい、おはようございます。就活動会が骨董買取プロの田中です。松田翔平先生ですね。これね、これうちの図録に載ってるんですけど、これ面白い。松田翔平さんの、やな、あの、あれですわ、スノーチさんの、そうですね、スノーチさんっていうのは、スノーチ通るって言ってですね、もうなんというか伝説の、画廊主で、一人でずっとね、画廊やっててですね、うちの父がやってた四分閣の東京店っていうのボロビルの上にこの人いてですね、常に酒飲んでくれてたんですね。それで、1、2度なんかお邪魔したことあって、それでやっぱウイスキーいっぱい飲ませてくれたらしいですけどね。僕、四分閣のビルって今はなんかちょっとかっちょいいとこに移ってますけども、昔は蛇腹付きのこうガシャッと開ける古いエレベーターがついててですね、なんだかちょっと乗るのおっかないようなやつなんですけど、あれで上に登ると須藤さんの店があったということだったんですね。でその須藤さんを松田翔平が描いた絵なんですけど、これはね、で松田、翔平さんの絵をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひお譲りください。絵画骨董買取プロの電話番号はこちらです。それから LINE の、QR コードこちらです。で概要欄の下に、URL 貼り付けてありますので、そちらからも LINE 査定が、できますので、そちらもよかったらご利用ください。はい。